こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクシスという会社の代表をやっている多田翼です。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。今日は何の話なんですけれども、サービス開発です。商品とかサービスを開発する手法いろいろあるんですが、その中にアジャイル開発とか、あとはリーンスタートアップと呼ばれるやり方があります。これは要するに小さく作って始めていって PDCA を細かく回していくやり方なんです。で、このやり方の具体例が何があるかなと思った時に、私が Google の時に働いていた時のエピソードが当てはまるなと思ったので、今日はその時を思い出しながら皆さんと一緒にサービス開発の手法、やり方ですね、見ていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日はサービス開発の手法です。冒頭で少し触れましたが、アジャイル開発とかリーンスタートアップと呼ばれる小さく始めて、ベータ版をリリースして、ブラッシュアップをしながら、PDCA を繰り返しながらやっていくサービス開発です。で、この話をですね、何か具体的な例で説明ができないかなと私自身が振り返ったときに、Google の時に働いていた時のエピソードが当てはまるなと思いました。それは何かというと、私が当時やっていた新しい調査手法、調査メニューの開発です。で、初めに少しバックグラウンド、当時の背景を共有させてください。で、Google の時に私がいたのはマーケティング部門で、ポジションはマーケティングリサーチマネージャーでした。で、当時取り組んでいたテーマの一つが、検索広告のブランディング効果の可視化でした。検索広告というのは、Google で検索をした時に、上部に出てくる、検索結果の広告です。で、あそこにブランディング効果があるのではないかと。で、それをどうやって可視化、証明をするかを調査から見出したいというのが当時の背景です。で、ブランディング効果とはなんですけれども、広告を見て、その見た人が、その商品やサービスを知ったり、興味を持つ、または買いたいと思う、こう態度変容、行動変容、これがブランディング効果と呼ばれるものです。まあ、広告によって少しでもブランド価値を、ブランドイメージを作っていく。これを狙うのがブランディング広告なんです。で、検索広告にも、その場でクリックをして、ランディングページというんですが、その先にページを飛ぶ以上以外に、ブランディング広告、例えばクリックをしなくても、その商品を覚えてもらえるとか、理解をしてもらう、あるいは買いたいなと思ってもらえる、この効果があるのではないかなというのが当時の背景です。で、とはいえなんですけれども、当時まだその検索広告のブランディング効果を示す手法自体がなかったんですね。で、ないなら自分で作ってみようと思って、まずはコンセプトから作っていったというのが当時の始まりです。で、今回ご紹介したいサービス開発で、アジャイルとかリーンスタートアップと言ったんですが、これは要は小さく始めるんですね。逆に言うと、いきなり調査、ここで言うと、調査手法、検索広告のブランディング効果の調査手法を作り込むのではなくて、まずは荒くてもいいので、少しずつアイデアを検証していくというやり方なんです。で、当時を振り返ると、私がやったのは3段階なんですね。まあ、いわば、ホップ、ステップ、ジャンプのようなイメージです。じゃあ、最初のホップ、ステップ1で何をやったかというと、まずはコンセプト案を作って、周り、あるいはお客さん、営業に聞いてみました。まあ、具体的には本当にスライドなんですね。こういう調査背景があって、こういう今課題がありますと。で、今の問題を解決するために、こういう調査手法が考えられるんですが、このコンセプト、アイデアってどうですかというようなものを、アイデアの筋の良さをヒアリングしました。まあ、これは、専門で言うと、ペーパープロトタイプというんですが、紙でまずはスライドで作って、アイデアの筋の良さを聞いてみたんです。で、それで分かったのは、この方法とか、ここから分かる示唆、学びというのは、すごく良さそうだと。で、これはいけるという実感をスライドから私は得ました。で、次にやったのが、実際にその調査を何か再現できないかということで、すでにある既存の、調査方法ですね。アンケートを使って検索広告のブランディング調査を再現してみました。で、使ったツールは新しくゼロから開発するのではなくて、すでに社内にあった Google が持っていた Google サーベイというアンケートツールがあるんですが、これを工夫して再現して、検索広告のブランディング効果を再現することができると分かったので、それを自分で作ってみました。で、実際にテストをするためには、検索広告の素材、この商品を使って実際になるべく検索広告の再現をしたいと思ったので、社内の営業メンバーを巻き込んで協力している広告主を探しました。
で、賛同してくれた広告主が見つかって、まあ、実際の商品から広告を作って、検索広告を自分で作ってみて、調査案件を再現していました。まあ、ここでは調査の企画から調査を回して、分析をして、レポートをするところまでを、まあ、一人でやってみて、で、それを営業に共有をして、最終的には広告主に、あたかも広告のその調査案件のように結果を報告しました。で、そこでもすごく評価は良かったです。これまでそもそも誰もやったことのない調査手法だったということもあるし、結果自体にもすごく単に良かった悪かったではなくて、そこから何が学びが得るか、次のキャンペーンにどう活かせるかというところまで突っ込んだ議論ができたので、手法とともに興味を持ってくれました。で、広告主からは嬉しいフィードバックもあって、この方法がもしこれからあれば、こんな活用方法もできるのではというような一歩踏み込んだフィードバックももらえたんです。で、ここまですごくいいなと思ったんですが、一方でそのやり方というのは、いわばこうパッチワーク的というか、ありものを詰め込んだような、継ぎはぎのようなものだったんですね。で、それ自体で運用ができないわけではないんですけれども、今後たくさんの広告主から依頼があったときに、拡大しない、まあ、スケールしない限界があったんですね。まあ、そこで仕組みとして確立をして、うまく回るものを作る。調査メニューとして仕組みとして確立する必要があるというのが次の課題でした。で、そこでですね、ステップの3としてやったのは、調査会社ですね、マーケティングリサーチの調査会社に声をかけて、共同で調査メニュー、ブランディング、検索広告のブランディング広告を調査するメニューを共同で開発することでした。で、調査会社に背景を説明して、まあ、これまでの開発に至る経緯だとか、具体的に私がやったこと、まずはコンセプトを示して、社内のツールでやってみた結果、調査手法と結果を共有をしました。で、調査会社にも賛同をいただいて、検索広告のブランディング広告を調査するメニューを、まあ、一から作って、専用の調査手法として開発を共同でしました。で、開発したメニューを、案件を募って、まあ、テストに協力、まあ、まずはテストだったんですが、テストに協力をしてもらう広告主を募集したんですね。で、複数の広告主が手を挙げてくれて、で、共同で調査を実現しました。で、そこでも開発した調査手法が、今度は専門の調査会社が、入っているので、よりコストも下がりましたし、まあ、スピード感も上がりました。まあ、正確性も上がったなと考えています。で、各広告主にまたレポートを作って報告をしたんですが、同じように、調査手法自体にも興味を持ってもらえたし、その実際の広告結果、検索広告のブランディング効果がこういうのがある。例えば広告の認知であったり、商品を認知する。すべてにおいて購入意向が上がるということはなかったんですけれども、少なくとも認知の部分で上がったというのは新しい発見だったようで、じゃあ検索広告をこういうふうに使えるねという議論をそれぞれの広告会社さんと、膝を突き合わせて面と向かってできたというのはいい学びでした。まあ、その後そのメニューは完全に調査会社のメニューとして確立をしていて、まあ、今でも運用されているのかなと思うんですけれども、当時を振り返ると最初に言ったように、まあ、アジャイルでこう小さく始めるやり方ですね。ホップ、ステップ、ジャンプで。逆に言うと、いきなり最後のステップ3の調査会社に持って行って、さあ開発しようという大きな開発ではなくて、まずはコンセプトを作って、ペーパープロトタイプから周りにコンセプトの賛同を得て、実際にありもので継ぎはぎのようなものだったんですが、やってみて、まあ、そこでも、テストをパスして、最終的にステップの3として、調査会社さんと共同で開発するという、少しずつこう刻みながら階段を上っていくようにやったやり方が良かったかなと思っています。これが冒頭で伝えたようなアジャイル開発。要は PDCA を小さく回しながら、細かく、早く回しながら小さく始めるという手法です。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。次回もぜひ聞いてみてください。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。